さん、スターローンでいきましょうか。スターローンの言葉でね、今のあなたはこれまであなたが残してきたものだと。今のあなたはこれまであなたが残してきたものだ。はい。<laughs> 久保さんの今は YouTube にどれだけ動画を残してきたそれが今のゆ久保さんっていうことですね。<laughs> まあ僕もね、やっぱこの R34 マゴジンに関してはもう7年ぐらい経つかな。早いもので。 一回赤番食らってるんですけども赤番食らってからこっちにチャンネルしてもう7年一番古いので7年みたいに付いてるので早いですね結果としてま,あまだその再生数は昔とあんま変わってないんですけどもお客さんの信用は変わってきたかなっていうのはすごく感じますねうんやっぱその積み上げてきたものが違うので同じ昔の同じ再生数だったとしても今の再生数はちょっと価値がちょっと違くなってきたかなっていうのは感じますね うん。だからまあこれからも YouTube に僕はいっぱいいろんなコンテンツを残してい,きいくし、これからもやっていきますんで、まあ実際に7年ぐらいこう、なんだ、やってきて、まあ全然違ってきたなっていうのは、再生数の一つ一つの重みがちょっと昔と違って変わってきたなっていう感じですよね。そこはやっぱ、うん、実践して感じることですね、現場で。 まあ久保さんもね、今再生数少ないと思いますけど、商品売れば売れると思いますし、うん、まあ昔ほどね、数の爆発力はなかったとしても、安定的にある人、不特定多数の人は、間違いなく何かしらフィッティングすればね、その商品がフィッティングすれば売れないってことはないだろうし、僕もフィッティングすれば売れないってことはまずないですから、価格と商品の内容とオファー内容と、お客さんが欲してるか欲してないかの、そのマッチングが合えばね。 まあ合わせるように僕はいろいろとやってますけども、うん、な売り上げが安定しているというか、安定した理由は、まあ、残してきたものがあったからかなと思いますね。もしこれがゼロだったら、そういう状況にはなってないだろうし、これからも積み上げていきます。いってらっしゃい。